村の知事の地蔵堂前に積まれている備え物は、やってきた子供たちに配られる。電球ではなく、ろうそくの入った提灯はほのぐらい地蔵盆の、提灯宿場人とよゆめ街道地蔵盆は、地蔵菩薩の縁日で、厳密には、毎月24日であるが、一般的には、その中で特にお盆にも近い旧暦7月24日の、ものを言う。ただし、寺院に祀られている地蔵ではなく、 道祖神信仰と結びついた、路傍や街角のお地蔵さんいわゆる辻地蔵が対象となっている。期間としては、当日の前日の良い縁日を中心とした3日間を、指す。縁日はその期間内の特定の日を選んで行われる。旧暦7月24日以外の地蔵菩薩の縁日の24日は、地蔵会、地蔵祭と呼ばれるが、旧暦7月24日については、 裏盆会の時期に近く、それにちなんで地蔵盆と呼ばれるようになった。現代では参加する人々の仕事などに合わせ、多少日程をずらして土日に行うところも増えている。現在では新暦で行われ、新暦7月24日前後の地域と月遅れで8月24日前後の地域に分かれるが、どちらかというと8月23.24日が多い。地蔵盆は、 近畿地方を中心とする地域で盛んな行事である。一方、関東地方や東北地方では、地蔵振興自体が浸透していないため、地蔵盆もほとんど行われない。ただし、東北地方であっても、宮城県の気仙沼市など、遠隔地との文化交流が古来からあるような、古い港町ではこの限りではない。地蔵祭では、地蔵のある町内の人々がこの日にかけて、 地蔵の像を洗い清めて、新しい前だれを着せ、化粧をするなどして飾り付けて、地蔵の前に集って灯籠を立てたり備え物をしたりして祀る。地蔵盆の前後には、地蔵の据えられる家や祠の周囲などに、地蔵盆独特のちょが多く飾られる。京都では、子供が生まれると、その子の名前を書いたちょを奉納する風習がある。むね女子は赤、男子は白で、その子が、 地蔵盆に参加している間は、毎年飾られる。地蔵菩薩は中近世以降子供の守り神として、信仰されるようになった。広く知られた伝説によれば、地蔵菩薩が、親より先に亡くなった子供が、祭の河原で苦しんでいるのを救うという。このことから地蔵祭においては特に子供が、地蔵の前に参り、その加護を祈る習わしになっている。ところによっては、仏像による度胸や、 法話も行われるが、おおむねそれらの多くは子供たちに向けたものである。地域によっては、地蔵盆当日の朝に、呪図回しを行う。これは、町内の子供が直径2から3メートルの大きな呪図を囲んで座り、僧侶の度胸に合わせて、順々に回すというものである。今日では、地蔵盆は子供のための祭りともいえ、地蔵に参った子供たちは、地蔵の前に集まった席で、 供養の菓子や手料理などを振る舞われる場合が多い。また、地域の子供たちが一堂に会するため、子供たちに向けたイベントも行われたり、そのまま子供たちの遊び場となることもしばしばである。初日朝に、地蔵盆の用意をし、仏像による、度胸、子供に、おやつの配布、夜のイベント、翌日、おやつ配布、お供えの、お下がり、配布、あと、片付けといった流れが、 多いようである。しかし、子供が少なくなったことや大人たちの都合がつきにくくなったりすることから、ついたちで終えてしまう町内も増えつつある。また、地蔵盆における福引きは、不合ろしとも呼ばれる形式で行われていた。福引き担当の家の向かいの家から渡したロープに、吊るし紐で手繰り寄せた。その後、その品を紐で一階へ下ろして渡すものである。しかし、最近では、 こういった福引きは、ほとんど見られなくなった。また、町内によっては、天と大日如来を祭っており、それらの町内では、大日如来の縁日である旧暦7月28日、もしくは、それ前後に、同様の祭りである、大日盆を行う。常述の地蔵盆と、同じく日程をずらして、土日にすることが多いため、年によっては、他の町内に一週間遅れて、 大日本を務めることもある。地蔵本が当たり前の近畿地方出身者にとって地蔵本は全国区ではないということは関東などへ移って驚くことの一つである。例えば京都出身の作家和田谷理沙の紛失の中のトイレの残悔室では地蔵本が全国規模の行事じゃないと初めて知ったのは大学に入って上京しいろんな地方から出てきた奴らと話す機会が できたからだった。という驚きから始まっている。ありがとうございます。